おお、びっくりした。なんだ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 、バジリスクか。背中が燃えてる。あちゃ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 。ジョニー、サルトの中継のラッシュです。というわけで今日は恐竜世界でサバイバルやっていきたいと思います。ということで、今日はね、何をやっていくかというと、前回ですね、恐竜王者 T-Rex パイセンをゲットしたラッシーさんなんでございますが、今日はですね、T-Rex をしのぐ、恐竜をね、捕まえに行きたいと思います。恐竜というよりはですね、その恐竜の卵でございます。そうです。皆さんお待たせいたしました。ついにですね、もうこのマグママップでですね、向かうところ敵なしというところで、マグマサウルスの卵をですね、ついに奪いに行きたいと思います。ただですね、ちょっとマグマサウルス卵ゲットしても、まだですね、育てることはできないみたい、孵化させることはまだできないみたいなんですが、とりあえずゲットしてこようかなと思っておりますということで、早速ですね、マグマサウルスの卵をゲットしに行くんですけども、先日行ったあの洞窟、あそこにですね、卵が、やっぱりいっぱいあるみたいなので、あの洞窟に向かってね、行きたいと思うんですけども、早速、取りに行きましょう。レッツゴー。はい、というわけでですね、早速フェロックスに乗って、出発していきたいと思うんですけれども、もうね、最近ね、フェロックスちゃんが有能すぎて、ブラッドストーカーちゃんがですね、もうね、出る幕がないですね。フェロックスちゃんがちょっと有能すぎる。強いし、速いし、もう、なんだろう、ブラッドストーカーいらないみたいな感じになってきちゃってますよね、若干。おお、びっくりした。なんだ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 、バジリスクか。めっちゃびっくりした、今いきなり出てきましたね。こんなところにまさかバジちゃん生まれるなんて、びっくりした。うわー、でかい。あいつ危ないね。まあいいや、でもちょっとね、今回はマグマサウルスのね、卵をねゲットするのが目的なんで、あいつら無視してね、行きたいと思うんですけれども、さあちょっとここの辺地獄谷みたいな感じにねなってますけど、マグマが噴出してますが、確かこの辺りですね、この近くに洞窟があったと思うんだよな。なんかこの辺なはずなんですけど、ないですかね。だいぶこの上の方まで来ると肉食恐竜も、意外に少なくなってくる感じですよね。いや、ちょっとね、懸念してるのは、前に行った時にマグマサウルスのね、マグマサウルス自体は、まあ、鈍足なんでね、暑さだけ気をつけちまえば、なんとでもなるんですけど、エレメンタルがいたでしょ、ファイヤーエレメンタル。あいつがね、ちょっとね、邪魔をしてくるかどうかによってかなりその卵のゲットする難易度がね、上がってくるんじゃないかなと思ってるわけですよ。洞窟のね、入り口がね、分かんなくなってるんですけど、なんか今ちょっと一瞬チラッと見えた気がしますね。紫色の光が見えたと思うんですけども、そこが、あ、ここです、ここです、見つけました。オッケーオッケーオッケー、よし、見つけたぞ。そんじゃ早速、マグマサウルスの卵ゲットしに行きましょう。行くよ。ちょっとね、命がけになると思うのでね、いつでもこうリスポーンできるようにしてから、行きたいと思います。さあ、それでは準備バッチリでございます。早速侵入してまいりましょう。こちらの洞窟、ちょっとドキドキではございますが、卵はどこにあんのかなということで、雲がいっぱいですよね。これ昔だったらね、この雲とかにねビビりまくってましたけど、もう今のラッシーさんにはね、何もこうビビるものがないですから、ガンガンこうやってね、お邪魔しまーすって厚かましく他人の家にですね、侵入して、あっさりと卵をね盗んでいきたいと思っているところでございますが、卵はどこにあるんでしょうか。意外と見つからないものですね。あそこか、あそこが怪しいですね。あった、ネストって書いてあったぞ。あそこにはどうやって行くんだ、これは行き方がわからないですね。でも明らかにあそこなんだよね、ネストだもんね。下に飛び移っていかなきゃダメなのか、これやっぱブラッドストーカーじゃないとダメだった説ある。もしかしてもしかしたら、うわ、すげえ色のムカデいるな、気持ち悪。
さあでもですね、フェロックスちゃん意外と、いやエレメンタルいますね。エレメンタルいるけれども、フェロックスちゃん意外と誰にも、竹取られないからね、いい感じかもしれないですけど、なんでちょっとこのままなんとかしていきたいなと思ってるんですけど、今ね足場を一生懸命探してます。どっから行ったらいけるかなみたいな感じで、まあ、ちょっとあそこ思い切って飛んでいくしかないのかなと思ってはいるんですけどね。行ってみましょうか。よいしょ。ちょっとずつちょっとずつ慎重にね、あ、歩を進めていきたいと思います。さあ来ましたよ。下まで降りてまいりました。なんか独特な鉱石も、うわすげえ、至る所にマグマタウルスいるな。めっちゃいるやん。めっちゃいる、めっちゃいるけど、とりあえずこっちのネストのところ卵あった、卵ありました。さあちょっとこれ道伝いに行きたいと思います。あそこにマグマちゃんがいるのが気になりますけれども、まあ、ちょっとなんとか取って、やばい、こっち来てるかな、あのマグマちゃんも、マグマちゃんもこっち来てるかな、ちょっと危ないかなこれは。これは、あちゃ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 ち
レンジしていきたいと思うんですけども、どうだ、ちょっとあいつがなんか守りに入ってるな、マグマサウルス。おら俺上から一方的に倒せるんじゃないかと思っちゃったよ。ほらほら、こういう感じでこれで倒せないかな。25レベだ、25レベならいけんじゃないかこれ。ほら死ね邪魔だお前、あっち行け、あっち行け、あっち行け。これどれぐらい投げたら死ぬかな結構でもさ、10個投げたら3000ダメージってことでしょね。さすがにそんだけ食らわせれば逃げんじゃねえかなと思うんですけど、ちょっと当たらなくなりましたね。なんででしょうかちょっとエイムが悪かったですから、これは。おしよしよし、オッケーオッケーオッケー。ちょっと上目に狙っていった方がいいんですね、これは。ちょっと他のマグマサウルスも降りてきましたけど、これは大丈夫なんでしょうか。ちょっとまずはそいつを倒したいところなんだがね、そろそろ死んで、そろそろ3000ダメージ食らわせてるような気がするんですけど、1万ダメージぐらい食らわせないとダメですかね、これは。全然死ぬ、あ、逃げましたね、逃げました、ついに、ついに嫌がって逃げましたね。これはナイスですよ。やっぱりかなりダメージをね、与えていったら逃げるということが分かったんで、よし、今がチャンスなんじゃないか。これは誰もいないところをこっそりと近づいていき、卵をゲット、90レベル。そしてこのまま逃げる。あ、誰も襲ってこないぞ。え、そんな近くにいるのに誰も襲ってこないってどういうこと。卵ゲットしたけど、これは何なの。やったやった、ゲットしたぞ。とりあえず90レベルの卵ゲットした。え、誰も襲ってこないんだけど、こういうもの、こういうものなの。親がいないのか。え、なんでなんで、やったやったやった、すげえ楽勝だったじゃん。楽勝にゲットしちゃったよ、ほら。そしてエレメンタルもなんか無視していくし、お、警備ご苦労、やったゲットだぜ、ゲットゲット、よっしゃー、オッケーオッケー。とりあえず1個ゲットすることができましたね。え、やった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 、90レベルマグマサウルス、まあ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 、いいんじゃないですか。90レベルね、悪くないんじゃないかなと思いますけれども、やったやりましたやりました、オッケー。とりあえず1個ゲットゲット、イエーイ。よし、ちょっと楽勝に取れることが分かったんで、これちょっと調子に乗ってですね、ガンガン卵をねゲットしていきたいなと思うんですけども、この洞窟中の卵をね、ラッシーさんレベルのアークニストになってくるとですね、もうあれですよ、洞窟中の卵を根こそげコウモリが地面に埋まってるけど奪っていこうと思っているんですよね。早速やってみたいと思うんですけど、あ、ちなみにさっきの90レベルのやつはとりあえず一旦拠点にねもう入れてあるので大丈夫です。さあ、ここですね、オッケー。卵誰も守ってない、またこれ、よし、ゲット。
20レベルぐらいだったかな、今一瞬見た感じだと。これだとちょっと弱いですけどね。さあ、しかしあれですね、卵を取っても誰も襲ってこないっていうね。これもう取り放題ですね、卵取り放題です。さあ、じゃあちょっとガンガン取って、いやー違う、襲ってきていたぞ。これはちょっと襲ってきていたっぽいですね。ただあいつらの動きが鈍いから襲ってきてないように見えただけなのかもしれない。そういうことか。うわー、ちょ、あちゃ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 、あち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 、やばいやばいやばい、燃えてる、しる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 、クロックス、火消せ、ちょっと危ない、めっちゃ怖、なんだよ、マグマサウルス狙ってきてましたね、実は。うわー、めっちゃ火吹いてくるやんけ、めっちゃ火吹いてくる、ちょ、あかん、このまま逃げるぞ、洞窟の入り口まで、よしよし、ここまで来ればもう大丈夫でしょう。オッケー。さあ、ちょっと欲をかいてもう一個ぐらいゲットし、おお、まだいた。まだいた。危ねえ。いや、こっちにもマグマサルスいんのか。やべえな。めっちゃいるぞ。いやー、ファイヤー。危ない。よし。オッケー。落ち着けって。大丈夫だって。よし。ゲット。ちょっとこれは一旦帰った方が無難かもしれんな。無難だな、これは。ちょっと一旦帰ろうかな。大丈夫か。でももう一個ぐらい取れそうな気がしてるんだよね、ラッシーさん。だいぶ体力がね、回復してきましたから、ラッシーさんもね。これはちょっともう一個ぐらいゲットして、から帰ろうかなといった感じでございますよ。さあ、あそこに卵があるかな。ありそうですね。ちょっとあれを取りに行きましょうか。よいしょ、あった、よし、これ、ちょっと待って、よいしょ、これ、うわー、ちょっと待って、熱い危ない、めっちゃ火吹いてくるじゃん、やばい、エレメンタルやばい、ちょっと待って、ファイヤーがすげえことになっている。さあ、ちょっとこれはやばいぞ。ここにも卵ある。この卵をなんとか取りたいが厳しいか。ちょっとあっち、地面が、おしゃしゃし、危ない、ちょっと一回落ち着く、体勢を立て直そう。いや、ちょっとあそこ密ですね、すごい。ちょっと密ですよ、マグマサウルスが密すぎますよ、これは。さあ、ちょっとどうしようかな。もう一個取りたいんだよな。もう取ってトンズラしたいんだけど、なかなかもう一個がゲットできないといった状況です。さあ、この辺に卵があるはずなんですが、ありました。オッケー、これをちょっと取りたいところ、やばい、来ている、マグマが来ている、ちょっと待ってくれ、降りたいな、降りる隙がないんですよ、降りる隙がない、やばい、めっちゃ来た、マグマ地獄。はい、というわけでですね、地獄のような世界でございましたが、あの後ですね、なんとか卵を、回収してまいりまして、いくつか卵をゲットすることができております。ちょっと見てみましょうか。はい、それではですね、卵ちょっとね見ていきたいと思うんですが、卵は全部で5つゲットしました。90レベと20レベのやつは出てきたと思うんですけれども、あ、20レベは取れなかったのかな、死んじゃったのかな。マックス145レベのやつが1個あります。145レベの卵を1個ゲットしておりますということでですね、最後ちょっとね、この卵をどっかにねお披露目していきたいと思うんですけれども、まあ、この辺りがいいですかね、この辺にちょっとね出していきたいと思うんですが、ちょっとね、見てほしいですね、こちら卵、なんせね、このサイズ感なんですよ、でかくない。でかくない、卵ね、めちゃめちゃでかいんですよね。そして、この、溶岩がね、周りにまとわりついているというね、こんな感じになっております、卵。いやー、なんとかゲットしましたよ。命がけでした。
はい、というわけで、今日はですねこの辺にしたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。次回ねちょっとねこう卵をね孵化させたいんですけど、アイテムがね必要なんですよ。特殊ななんでそれがね宇宙マップに行かないとね、ゲットできないみたいなんで、そろそろちょっとね宇宙マップの方に進出していこうかなと思っております。ということで、今日はこの辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日この辺でまた見てね。バイバイ。